はい、お忙しながら本日もありがとうございます。トライブリックレスリングフリアの社会見を始めさせていただきます。本日は、目前に迫りました3月31日フリアムズ後楽園ホール大会、主要4カード、出場選手に、それぞれコメント並びに、デスマッチ形式の発表等を、いただきたいと思います。まず最初にですね、この日、行われます UWS 世界ジュニアヘビー級選手権試合、王者スムユーア対、挑戦者勝村修一郎、はい、こちら両選手より、試合に向けた、意気込み等コメントをいただきたいと思います。はい、では、まず挑戦者勝村選手からお願いします。はい、自分は、昨年の秋にインディージュニアのベルトを落として以来のタイトルマッチに、シングルのタイトルマッチになります。まあ、ちょっとね、腰が寂しくなってきた頃なので、ここで一発このベルトを任せてもらいたいと思います。自分の関節技と締め技には絶対の自信があって、前回も新木場でチャンピオン本人からタップを取ってるんで、後楽園ホールでもしっかりタップを取りたいと思います。ありがとうございます。じゃあ王者杉浦選手。はい、まあ、素直にこのベルトに興味を持ってもらえたのはすごい嬉しいし、過去にね、ずっと何回か対戦してるんですけど、まあ、本人の前で言うことじゃないんですけど、すべて自分がやられてるのは忍者チョークなんで、そこさえ封じれば問題ではないと思います。何かご質問があれば。はい、修造さん、お互いの印象をまず勝村さんから進むさんの印象を。もう本当に僕がプロレスに入ってすぐぐらいから、組んだり対戦したりしてるので、もう本当にジュニアとしてすごい選手だなというのは身をもって分かっています。はい、はい、僕はですね、シュートの世界チャンピオンの勝村修一郎は僕全然全く知らない、プロレスラー勝村修一郎しか知らないんで、そういう部分ですごい練習熱心なところも僕は知ってますんで、すごい挑戦者としては、はい、すごい尊敬できる選手だと。はい、まあ、お互いスタイル的にやっぱグラウンド中心で体格もかなり近い部分もありますけど、タイトルマッチのイメージなどはお持ちでしょうか。じゃあ勝村さんから。まあ、プロレスのレスリングっていう部分ではチャンピオンすごい上手いと思うんですけど、もう純粋な決めっこっていう部分だけ取ったら僕の方が上だと思うので、まあ、そこで僕は勝負するつもりだし、逆にどう対抗してくるのか、逆にもう本当におそらくプロレスっぽいことで来るんじゃないかなと想像しているので、それに対してまたどう関節技で切り返そうかなと考えています。そうですね、まあ、僕も決め技はいくつか得意なものあるんですけどね、それ以外で行こうかなとも思ってます。はい、この日、約2ヶ月ぶりの復帰戦を果たします武田正史選手の武田正史復帰戦、こちらカードも含め、デスマッチ形式も含め、両選手から主張する両選手からコメントいただきたいと思います。はい、じゃあまず、この日復帰戦を果たします武田正史選手からお願いいたします。はい、
まずはじめに今回の怪我で皆さんに、多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを、お詫び申し上げたいと思います。まあ、今回の怪我で、まあ、いろんな界隈を賑わしてしまったなというのがすごいあって、まあ試合で賑わうならいいんですけど、こういう怪我で賑やかしてもしょうがないというか、まあなんか僕としてはすごい悔しい思いしかなくて、まあデスマッチで、まあ、怪我をするのは当たり前なんですけど、まあ欠場をするぐらいの怪我をしたっていうのが一番悔しくて、まあそういうのを含めて、まあデスマッチで、うん、失った信用は、まあ、デスマッチで取り返してやろうかなと思ってるんで、まあ復帰後、まあいろいろ欠場中いろいろ考えたんですけど、復帰後、うん、まあ一からデスマッチファイターとして考え直して、またデスマッチの最前線で暴れていきたいと思います。まあ欠場中フリーダムズのリングはアンチェインのメンバーが守ってくれてたんで、まあアンチェインのメンバーにも、まあ、借りは作ってしまったんでね、その分、まあトップとして引っ張っていけるようにまた頑張っていきたいと思います。はい、いかがですか。あ、まあそうですね、ちょっと休んでましたけど、まあ、試合のアクシデントということもありまして、まああまり気にせずに前のクレイジーキッドのよう前回のデスマッチ、気違いなデスマッチをこれからもどんどん見せ続けていってほしいなと思います。では、ここでの試合形式をお願いします。はい、まあネーミングだけですけど TKD デスマッチプラスアルファでやりたいと思います。クレイジーキッド、クレイジーキッドプロデュース。はい、 TKD って何ですかね。まあ、まあ、名前先行で付けちゃったんですけど、 TKD 武田の TKD、 T はまあ置いといて、 K、 K はね、剣山、剣山とかね、前はカミソリとか、カミソリボール、まあそういうのを匂わすようなものを用意したいと思います。うん、で D が、D は前はね、ダストボックス、ダストボックス、まあなんかそういうね、やっぱダストボックスって便利なんでね、いろんなもの入れられるんで、まあちょっとエグいも入れて当日は迎えたいなと思いますけど、うん、T がね、どうしてもね、もうちょい頭ひねんないと、まあ1週間あるんで。ちょっといろいろ考えなきゃいけないですけど、 T って何かありますかね。 T おい、ちょっと待て。なんだよ。何が TKD デスマッチや、2ヶ月も休んでおいて。なんだよおい、 TKD の T はな、トモヤの T や。で、どうすんだおい。俺が狂気や、 Tと日まで T、うん、考えトモヤの T、 タカシの T、 あ、なんだったんですかねトモヤの T、 まあいいですよ、別になんかトモヤがね狂気だって言うんだったら武田も狂気っすよ、武田って T でしょ、俺が狂気になってあんな若造ぶっ潰してやりますから。2ヶ月休んでた関係ねえよ、お前にな、俺の今まで培ってきたデスマッチキャリアを比べたら2ヶ月なんて絵でもねえんだ、血だるまにしてな、武田が狂気っていうのを見せつけてやりますわ。はい、ご質問があればお願いします。じゃあ武田選手、はい、まず現在のコンディションお願いします。コンディション、まあ傷の方は、まあ、ありがたいことにうまくくっつき、まあ、神経の方も問題はないと思うんですけど、若干の腰のしびれがまだ残ってるんですが、まあ、それはもうしょうがないということで、まあ、一生付き合っていくものかなと思って、まあ復帰を決意したんで、まあ、9割8分といったところですかね、はい、あとはもうリング上でコンディションを戻していくという感じですかね、はい、まあ、今フラストレーションがめちゃくちゃ溜まってるんで、それを全部
爆発させるような復帰戦にしたいと思います。ぜひあのそっちの精神状況にもお願いしたいんですけど、はい、精神状況どうでした、欠場中の。まあなんかいろいろ賛否両論ね言われたんですけど、まあ不思議とあんまり今回へこまなかったというか、逆にプラスに考えて、まあ本当にいろんな方から励ましの言葉とかいろいろいただいて、まあ、何よりね自分が考えて、まあ、怪我した方はしょうがないけど、やっぱりデスマッチで怪我したっていうのが一番悔しいんで、そこですよね。まあ、使ったものに関してはやっぱり皆さんが想像するものとしてやっぱ行き過ぎてると言われたんですけど、まあそこが自分のいいとこでありダメなとこなんで、まあそこは改善しつつ、さらに頭のおかしいやつだと思われるようにやっていきたいなと、まあ、ここでいるんでじゃあデスマッチファイターとして終わりなんで、はい、まあさらに上目指してやっていきます。では、このようにセミファイナルに、マッチメイクされております正岡大輔復帰戦、正岡大輔対、ビオレントジャック、こちらの、まあ、意気込みなりに、デスマッチ形式の発表をお願いしたいと思います。はい、では正岡選手。はい、はい、復帰戦でいきなりジャックとこうやって試合することになったんですけど、まあ、散々ね、復帰戦までの会場で散々ひどいことされてきて、きっちりその借りを返してもらうようにいきたいと思います。はい、何言ってんだ本当に。なんとなくこう日本語しゃべる。ああ俺が2年前正岡とチャンピオンだった。え、その時本当に正岡選手すごかったね、本当に強いね、面白い試合でも、後でお前の中でなんかちょっと変わった。何が本当に違うね、やっぱりお前はアメリカに来ました、自分で怪我した、バカじゃないよ本当に。え、でも怪我のことじゃない、本当に怪我のせいじゃない、前もなんか違うね。多分今お客さん、わー正岡すごい、帰りました、おめっちゃ面白い、でもあの正岡の面白い正岡じゃないね。今あれ、あの目すごいわかる、あの目ね。1年チャンピオンだった一緒に、今なんか違う。お前本当に何しますか、今度のタイトルマッチ。本当に嘘じゃない、え、怖いでしょ、え、怖くない、いえ多分ね、試合、あの試合絶対俺がもう勝った、必要じゃない、本当に勝った、誰でも試合俺が勝った。でもお前は試合の後で歩けるかな、それわからない。俺のせいじゃない、多分自分でまた怪我した。いやいや、おい、もっともっと、おい、もっともっと、そうそう、それ面白い。あ、さっきの、もうやろう、この野郎。きっちり。わからない、お前のガラガラ日本語絶対わからないよ。わかんだろ、こうやって伝わってんだろ。なあ、俺絶対、おい、許さないぞ。なあ、ジャック。きっちり決着つけようや。立ってこい。今、あれ、ポット。おい、何やってる。決着つけようぜ。しっかり。あと忘れた。そう。俺のマスク触んじゃねえ、この野郎。あ、わかった。またマスク引っぺがしてやる。デスマッチ形式も含め
形式、そうですね、2コーナーベッドライヤーデスマッチです。ベッドライヤーとは2コーナーは2つのコーナーですけど、ベッドライヤーは裏切り者って意味です。この日メインイベントで行いますキングオブジャンパーチャンピオンシップ、王者杉浦徹対挑戦者塚本拓実、第12代王者杉浦徹3度目の防衛戦、こちらの試合に向けた意気込み並びに、デスマッチ形式の発表をお願いしたいと思います。ではまず、じゃあ挑戦者塚本選手、はい、まあ、このタイトルマッチに関しては、まあ、チャンピオンの方から、まあ、我々よりも、上の世代への下克上を果たしていくぞという、まあ、意味合いもあって僕がそれに賛同して、まあ、挑戦を、受ける形にはなったんですけれども、まあ、前回の新木場でチャンピオンからもう完璧と言ってもいいほど、スリーカウントを取ってるんで、その後に、まあ、リング上でチャンピオンに対して言った言葉が僕の今の気持ちではあるので、まずはこのチャンピオンから、タイトルマッチしっかり勝って、杉浦徹からまずは、下克上を果たして、でこのベルトを持って完璧な状態で、我々よりも上の世代への、下克上を果たしていきたいなと思っております。はい、はい、まあ、31日3度目の防衛戦、相手塚本拓実で、まあ、この間6日の行われた新木場大会でね、まあ、今こいつ言った通り、ね、まあ、がっちりスリーカウント取られて、まあ、ちょっと負けてしまったんですけども、うん、まあ、ちょっと上の世代に対する下克上を言い過ぎて、ちょっと対戦相手が見えていなかった部分もあったんで、まあ、あれからしっかり気持ち切り替えて、うん、松本匠からしっかって防衛をすれば、こう勝手にすげえ試合になって絶対になると思うんで、うん、まあ、僕らの世代でしっかり塚本、ね、すげえ試合して塚本匠から勝ち、結果が出れば勝手に内容というものがついてきて、うん、それが上の世代を結果食うということになる、すげえ試合になると思うんで、まあ、ちょっと下克上上の世代に行ってきましたけど、しっかりここからまた塚本匠という、ね、レスラー相手をにしっかり集中してこのタイトルマッチには臨んでいきたいと思います。はい、では、この試合のデスマッチ形式の発表を、じゃあ王者杉浦選手から。はい、この試合形式はですね、タイトルニュージェネクライマックス蛍光灯4面プラスアルファデスマッチです。まあ、形式としては、まあ、蛍光灯4面、吊るし、もうそのまんまですね、プラスアルファ、まあ、基本的には蛍光灯デスマッチ、まあ、これ、僕ら6年前に、2013年のクリスマスに、まあ、塚本匠とデスマッチで対戦した時の形式は、まあ、蛍光灯デスマッチだったんですけども、まあ、その時の自分をやっぱ乗り越えるっていうのが、僕の中での今、このデスマッチをやる中で、ちょっと一つの目標になってたのもあったんで、まだ再チャレンジしてから、はい、で、まあ、ニュージェネクライマックス、まあ、僕もね、もう10年やってるんで、ニュージェネっていうような見方はあんまされないかもしれないですけども、やっぱその当時、昔そのシングルやってた頃はそれぞれの団体で本当に期待に期待をかけてもらって、それで行われたシングルマッチ、僕は結果ね、まあ、ボロ負けして世紀のクソ試合をかましてしまったんでね、まあ、あの時の、まあ、続きじゃないですけども、ここでまたしっかりすげえ試合かまして、ニュージェネレーションと呼ばれた俺たちの最高のクライマックスをね、この試合でかましてやりたいと思います。ご質問があればお願いします。すみません、どうしたね、まあ、前哨戦が結構中止で流れてしまったりという部分もあったんですけど、何戦かやられてこられた印象をそれぞれチャンピオンへの印象、はい、まあ、あんまり昔と変わらないと思いますね。なんかこう、まあ、熱いものあるんですけど、なんかあんまりこう中にある信念というかそういうものがぶれがちなのかなって思
ところはもうこの知り合って10年変わらないところではあるので、まあ、その分そこがちょっと読めないので、うん、なんていうんですかね、こう難しい戦いにはなると思うんですけど、まあ、そこに打ち勝って、まあ、しっかり杉浦投入からまずは下克上を果たさないといけないと思うので、そういう苦手意識もちゃんと克服してタイトルマッチまでには準備を整えてしっかり、戦いに挑みたいと思っております。杉浦です。はい、まあ慣れたこと言われましたけどね。まあ変わんないのはお前も一緒だよっていうのは僕の中ですね。いつまでたっても、ね、クール気取ってカッコつけてプロレスやってるうちや僕にはかなわないよって言ってやりたいですね。まあ結果ね、この前スリカン取られちゃいましたけども、完全に塚本匠は手の内を明かした上で僕から勝利してるんで、僕はまだまだね彼に見せてない武器っていうのもいっぱいあるんでね、まあこのタイトルマッチで勝利してしっかりベルト防衛果たせれば、どっちがね上の選手なのかっていうのも分からせてやれますんで、はい、まあ彼の知らない杉浦徹をしっかり3月31日に出して防衛果たしたいと思います。でもこの大会はやっぱあの武田正史も正岡大輔も帰ってくるので、まあ、いろんな意味で下克上のチャンスだと思うので、まあ、メインイベントということもあるので、ね、この人が言ってるあの過去の試合みたいには、まあ、絶対ならないと思いますけど、まあ、下克上する、絶好のチャンスだと思うので、まあ、我々2人とも、チャンピオンが当たり前ですけど、チャンピオンよりも僕の方が気合が入ってるんで。そんなことないよ。そんなことありますね。そんなことはないよ、うん、チャンピオンは空回りしてると思います。お前が言うなよ。チャンピオンは空回りしてると思います。はい、まあ結果はね31日大会を見に来れば分かることなんでお待ちしております。